ボンベイ国丹は柿の木下の皮脂植物でインド及びスリランカが自生地である。硬くて乾燥した樹皮を持っている。英名のコロマンデルエボニーはインド南東部の海岸であるコロマンデル海岸から由来する。ボンベイ国丹は落葉高木樹である。樹皮は海国色で樹皮の剥落した後は灰色反紋となる。小枝と花樹には 海国色のビロード状の毛が生える。葉は楕円卵形であり、厚い角質である。傭兵は短く湾曲している。果実は球形から卵型であり、直径3.2センチメートルである。果肉は黄色である。偏在は赤褐色で、芯材は黒色である。稀に紫から褐色の島がある。材質は緻密で、材の比重は1.19である。 ボンベイ国丹の葉の収集インドでは、タバコの葉をボンベイ国丹の葉で包んだビーディスが生産されている。果実は食用とされる。果肉は柔らかくて甘い。材は家具、杖、串、額縁、彫刻、車軸、杭などの材料にされる。ボンベイ国丹の葉には有用なフラボンが含まれる。葉で発見された五貫性のトリテルペンは抗菌作用がある。樹皮は 血統を下げる効用がある。インドで発見された4種の柿の貴族の樹皮には、人に対するマラリアの原因となる、熱帯熱マラリア原虫に対して、抗虫効果がある。ありがとうございます。